人気急上昇、ジャパニーズブランド雄一富山新作4000。イエイ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは、 DI 上野浦店長のたくまでございます。こんにちは、 DI 上野浦ひかりです。はい、今回はジャパニーズブランド雄一富山から新作4000のご紹介になるんですが、こちら雄一富山ですね、もう日本的美意識、はい、まあ、美的感覚がすごい込められたアイウェア、まあ、職人技と本当にデザインの融合といったところで、今回5シリーズと D シリーズと後ほどご説明させていただくんですけれども、こちらのシリーズの新作がですね、なんと2型ずつ合計4型、はい、口前店の鹿児島からですね、はい、お借りできましたので、そちらご紹介していこうと思います。じゃあ早速カメラマンさんにこちら寄っていただいて、こちらが雄一富山でございます。綺麗ですね。綺麗ですね。やっぱり美しいし、はい、なんかこうパッと見でやっぱかけたくなるようなモデルが多いっていうのが特徴かなと思いますね、はい、でまずこちらが先ほどご説明にありました通り5シリーズというシリーズで、はい、こちらがですねちょっとこう D シリーズというシリーズになるんですけども、まあ、ご金額帯はもちろんなんですけども、やっぱりこうデザインの仕方だったりコンセプトが変わってくるので、まあ、しっかり説明皆さんにお伝えできればなと思います。じゃあ早速私タクがかけてみましたけれども、はい、ちょっとご紹介をお願いいたします。はい、モデル名がバスティーユというモデルで、はい、カラーが4番、サイズが46-25です、うん、はい、はい、もう華やかですよね。そうですね、パッと見で華やかさが、はい、感じられるフレームですよね。なんかやっぱりこの5シリーズっていうシリーズになるんですけど、やっぱちょっとこうプラスチックフレームのインナーにメタルをあしらってるんですけども、はい、ちょっとこう5シリーズとかのご紹介もお願いしていいですか。はい、めちゃくちゃかっこいいですけど、はい、そもそも雄一富山というブランドなんですけども、はい、デザイナーの富山雄一さんによる日本のブランドになっております。はい、で元々ですねブランドが2009年に立ち上がったアッシュという、はいはい、別のブランドの名称を変更して2017年に今の名称ですね、雄一富山というブランドになっているんですけども、こちらの5シリーズが2021年に発足したプレミアムラインになるんですけども、はい、5シリーズという名前の由来が鯖江の5人の職人さんたちによってできるので5シリーズというふうに呼ばれています。はい、でちなみにこちらの5シリーズの新型ですね、後ほどボストン型の方もご紹介するんですけど、テーマがサーフェイスというテーマになっておりまして、和訳すると表面っていう言葉になるんですけど、はい、トップのこのブローの上のラインはですね、湖面の静寂な湖面の水面を意識したようなフラットな、もうかなりまっすぐなラインになってるんですけど、はい、逆に下のこのアンダーのラインはですね、かなりそのチューブ状丸みのある、はい、形状になっているんですよ。なのでこう表面の処理をあえて上と下の印象を変えてデザインをしていくっていうものになりまして、はい、で前作と比べるとこのゴールドのインナーリム、まあこれだとゴールドになるんですよ、はい、内側のメタルのインナーリムってちょっとさりげないディテールになって、はい、よりこう表面を本当フレームの表面を意識させるようなデザインになっているので、気負いなくそうですね手に取りやすいのに、はい、なんかやっぱ人と違うの欠けてるような特別感あるようなっていうバランス感が一番欲しい。間違いないです。間違いないですなんか実際こうメガネ屋をやってると、はい、休みの日何かけて出て行ったらいいんだろうとかちょっと考えるとかありませんか。雄一富山のこの5シリーズって、はい、メガネ屋店員だなみたいな感じを持たせつつ、はい、うわーやってんなっていう、なんていうか、はい、やりすぎ感もなく、はい、なんかこう本当にこう、はい、すり合わせがすごくしやすい、はい、繊細なブランドだなと思います。僕、まあ、一番本当に欲しい。はい、間違いないです、はい、本当に。でちなみにこちら1番、まあ、黒ゴールドのカラーを光さんにかけていただいたんですけども、いかがでしょうか。今やっぱ女性の太りむフレームってかなり注目されてる、選ばれる方も多いんでと思うんですけど、めちゃくちゃいいですよね。いいですよね、もう、はい、さっとかけてかっこいいです。かっこいいですよね、はい、ちょっと太縁感もありつつメタルのこうジュエリー感もありつつ表情を明るく見せてくれるというか、はい、もう本当にこの繊細なバランス、なんか日本的な美意識が本当込められているので、もう今後きっともう多くの方にもう手に取っていただけるようなブランドにどんどんなっていくんじゃないかなと雄一富山で感じてますね。女性だと結構こう黒縁だとちょっとこうきつく見えるかもって言われる方やっぱりいらっしゃるんですけど、こちらだとこうインナーリムのゴールドだったりとか、あとノーズパッドまでしっかりこうゴールドで統一されてるので、こうアクセサリーっぽくかけていただけてちょっとこう抜け感が出るような雰囲気がこう女性にもおすすめできるポイントかなと思います。では続いて、はい、たくま店長にかけていただいているのが、はい、同じ5シリーズのコアシーというモデルで、はい、サイズが45-25、カラーが2番、
2番です僕のは。でもボリューム感ちょうどいいん で、ね、やっぱりなんかこう厚みあるけど表から見た時にすごい太いわけじゃないし、はい、カラーとしましては先ほどの、バスティーユの時の黒と違ってちょっとこの2番っていうのは内側がちょっとクリアカラーになってます、はい、横から見た時ちょっと透けるのもかっこよくないですか。なんか横から見た時メタルフレームっぽいのに前から見たら、はい、おセルフレームじゃんみたいなギャップが、はい、僕個人的にはすごくアートだなと思いました。ちょっと不思議な感じしますよね、はい、かっこいいです。ちなみにこちら光さんに3番カラー、べっ甲カラーをかけていただいたんですけども、やっぱべっ甲も綺麗ですよね。綺麗ですよね、はい、でやっぱべっ甲とインナーリムの合わせってどうなんだろうってやっぱ皆さん多分想像がつきづらいと思うんですよ、黒より。でもやっぱりべっ甲にも合うようにちゃんと設定されてるというかですね、めちゃくちゃこのべっ甲と金属のコントラストも綺麗なんだなっていうのをもう気づかせてくれるような一本になっているかなと思います。でべっ甲でボストンだと結構こうやっぱり柔らかい雰囲気に見えるので、赤っぽいべっ甲だとよりこう女性の肌なじみもいいですし、こうお仕事使いでも全然いける雰囲気かなと思いますね、はいはい。で先ほどご説明したサーフェイスって上をちょっとこう武骨にして下を丸くしていることで、なんかラインがですね下はすっきりしてて上がちょっとふっくりなんか太めになっているので、重心があんまりこう下にならないんですよ。なんでかなりすっきりめで、あとちょっとこう品によくかけやすいかな、そんなにこうコテコテクラシックって感じにもならないので、本当に今の時代のお洋服合わせだったりモダンなちょっとこうモードなお洋服との合わせもしやすくて、かつちょっとこう背景としてはクラシックなものとも合わせるので、かなり本当に汎用性が効く、もう最強の一本だとは思います。ちなみにこちらが付属品になるんですけど、はい、カード上のものが1枚ついてるんですが、はい、実は改札をくぐれそうな嘘は良くないです実はドライバーになってます、はい、スタイリッシュですよね、はい、ここの端の方にですね、はい、実は金属のパーツがついてるので、これですね形状も実は特殊な形状ですもんね、はい、よくレンチみたいな六角形の形になってて、はい、5シリーズのみになるんですけど、使われてるネジもその六角形の穴があるので、カムアウトって言ってネジがバカになりにくい、はいはい、ポイントがあったりするので、より本当に長くご愛用いただけるような仕様になってます。であとは中にですねカードがついてますもんね、はい、ちょっとお出ししていただいていいですか、はい、先ほど冒頭でお伝えしていた5人の職人さんたちの、はい、それぞれのご紹介があるの で、ね、なんかできるまでの工程だったりとか、実は裏面もあって、はい、そういったところも楽しめるようなお作りになっています。そうそうそう、実際のお顔がですね、はい、乗っているのでなんかよりこう愛着を持ってなんかメガネ大事にできそうですね。そうですね、はい、あともう本当ゆういち富山っていうブランドのこうメガネ職人の方々に対するリスペクトをすごく感じれるので、本当に肌感だったり本当に心がジンとくるような仕様もなんかロマンがあっていいですよね。金額がどちらのモデルも 92,400円で税込みの金額となっておりますので、はい、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください。では続きまして3型目になるんですけど、こちらから D シリーズのご紹介になります。モデル名がまず木工というモデル名になりまして、サイズが 46-22 サイズ、カラーが3番のサングラスタイプになるんですけれども、もうスタンダードで使いやすい最強の一本なんですね、はい、本当にもうこれはもう間違いない一本かなと思います、はいはい。木工、日本に対するこう美意識をすごく感じれる D シリーズなんですけど、こちらのコンセプトがもともとですね、まあ、デザインだったりドローイングの富山さんが、はい、そのイメージ企画してたものを、はい、フォルダの D っていうページに入れてたらしくて、はい、でそこからシリーズ D が始まったらしいです。でコンセプトもどちらかというと日本的なちょっとこうわびさびがあるというか、もう金属の装飾なんかも極力排してもうかなりシンプルにデザインされてる、ちょっとミニマルなこう日本の民芸品とかに見られるような造形美だったり、まあ、洋の美って言われるようなものをも意識してコンセプトにしてデザインされてるので、もう万人が使いやすいネオスタンダードだと思います。もう今唯一富山のここが一番日本国内で熱いんじゃないでしょうか。誰でもかけれますもん、絶対、はい。最近は結構こう薄めのカラーレンズがトレンドで上がってきてたんですけども、はい、マスクがこう取れて濃いめのカラーレンズですね、はい、もうこう注目度が高まっているので、はい、こちらは結構こうそのトレンドの最先端というか、はいはい、そういった感じでかけていただけるモデルではないかなと思います、はい。
でもこれもネオスタンダードとしてご紹介したい木工というモデルなんですけど、木工門っていう本当に日本のその家紋から取られてる、インスパイアされてるモデルなんですけど、やっぱ一番有名どころでいくと織田家、織田信長の織田家が、木工門を使ってたりするので、本当にこう古くからの日本の伝統的なデザインを意識されてます。ちなみにこちら価格がですね42,900円と、まあ、ゆういち富山さんの中でもちょっと手に取りやすい価格になっておりますので、まあ、初めてこうサングラス挑戦される方にもおすすめの価格帯になっております。では4型目ですね、同じ D シリーズでジンガサというモデルです、はい、サイズが47-22、はい、カラーが1番でございます、はいはい、もうすっきりしててかけやすいし、はい、このブロー、このあのボディウムのブロータイプって、はい、あの男性絶対1本欲しいと思う。そうですね、あのかっこいいし、やっぱブロータイプって、はい、キリッてなってかっこいいんですけど、このボディウム感になるとなんかこうレトロ感というか昔のクラシックな雰囲気っていうのが少し薄くなるの、薄まるので、はい、本当に描きやすくてかっこいい1本に仕上がってるかなと思います、はい、ジンガサのモデル名の由来なんですけど、はい、もうあの聞いたこともあるかもしれないんですけど、はい、侍の方が被ってる、はい、あの傘ですね。そうです、はい、メタルフレームって確かにこうブローのパーツをですね、あの傘みたいに被ってるイメージから来てるのかなっていうところで。そうなんですよ、はい、なんか言われてみれば確かにメタルフレームが傘被ってる。そうだから僕たちって英語でブロータイプ、ブロータイプってばっかり言われてるもん、はい、だから眉毛って意識があるんですけど、はい、確かにこうメガネ個体に置いた時ってメガネが何か被ってるように、そうですね、見えるなっていうのが美しいところから来てるなと思いました。ネオスタンダードっていうさっきとあの、はい、ずっと使ってるんですけど、ゆういち富山の根幹にそこがあるんですよね。どなたがどのシーンでどの時代にかけてもかっこよくなる、おしゃれになるようなものばかりなので、挑戦する一歩としてブロータイプの、はい、わ本当におすすめだし、なんかサングラスでさらっとかけてもおすすめだなと思います。もうあえて多分女性がかけてもかっこいいと思います。かっこいいと思いますもんね、はい、価格が44,000円となっておりますので、はい、気になる方はぜひチェックしてみてください。です。では本日はゆういち富山の新型ですね、あの4選だったですけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、実際僕もそうなんですけども、業界のメガネ業界の人が見ても、わあ今後これを本当に手にしたくなるような、あの本格かつかけやすいアイウェアを展開しているブランドなので、ぜひ皆様にも注目していただきたいと思います。では本日の動画は以上でございます。こちらの動画がいいねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひお待ちしております。あとコメントの方もお待ちしておりますので、ぜひ皆さんどしどしとコメントをお待ちしております。ではよろしければ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。